はい、キビの会です。よろしくお願いします。皆さんはあの日の丸っていうのはどういうふうに思ってますかね。やっぱりあんまりイメージ良くないですよね、普通。あの 今現在はで、なんか怖いとか、まあ右翼的だっていう意味があるんですね。で、まあ軍国主義だとかもありますね。で、それはね、あのちょっと僕はおかしいと思うんですね。あのまあ関係ないと思うんだよ、そういうこととか。あ、そういうこととあの日の丸っていうのは、まあ戦時中、まあ利用された面もあるんだけど、で、あのそれだとね、なんでイメージ悪くなかったかっていうとね、やっぱり決定的な原因がね、あの凱旋右翼の存在なんですね。あの凱旋右翼のね、まあ自称日本人の人たちがね、あの日の丸とかね、旭日旗をね、まあ掲げてね、あの怒鳴るようにね、あの凱旋してるんですよ。それみんな、まあみんな支持しないですね、そんなことで。まあ日の丸は、あ、怖いとか、なんか右翼的っていうイメージ、軍国主義とか、まあそういうあのイメージをね、まあ持ってしまったんですね。でね、あの昔はね、あの僕はね、子供の頃はね、あの祝日になるとね、あの結構ね、玄関先に日の丸がをね掲げてる家があったんですね。それはそういう家っていうのはね、おじいちゃんおばあちゃんがいた家なんですね。日の丸がね、あの掲げたある家っていうのは昔あの僕が子供の頃で、そういう明治生まれの人たちですよね、僕が子供の頃のおじいちゃんおばあちゃんっていうのは。で、明治生まれの人たちはね、まあ右翼だったかっていうと違いますよね。日の丸原画先に掲げてたからって、普通にまあ愛国心があって、まあ掲げてたんですよ、日の丸で。そうするとね、今の人たちはね、愛国心がね、なくなったとかね、少ないんじゃないかっていう人もいるんですけどね、それも違うんですと思うんです、僕は。というのはね、よくスポーツのね、あの国際戦とかね、オリンピックでね、必ずね、日の丸を掲げてね、日本日本ってね、あのあれ叫ぶでしょ。で、あので、日本選手があの勝ったりすれば、必ずあの嬉しいでしょ、それ。あの日本選手がオリンピックとか、あのスポーツの国際戦で勝てば、で嬉しいっていうのは、それ愛国心があるから嬉しいと思うんですよ。でね、あの愛国心っていうのはね、みんなまあ愛国心って口に出さないけどね、大半の日本人は持ってるもんなんですよ。あのまあ一部持ってない人もいると思うんですよ、あの自称日本人の人たちとか、まあ左翼の人たちですね、うん、まあそういう人たちの言うことはほっぽっといて、で、あの愛国心はね、まあみんな持ってて普通なんですよ。それでね、まあ僕が考えてるのはね、日の丸のイメージをね、どうしたらね良くなるかっていうことなんですね。でね、あの日の丸のイメージを良くするにはね、あのまあ日本はまあなんか不幸にも災害が多い国じゃないですか。そういうで、ボランティアの人もそれ災害で活動してますよね、あの現地って。そういうボランティアの人たちに日の丸のね、まあそんな大きくないちっちゃいシールとかバッチでいいから、胸とかあの帽子かぶってる人はね、その日の丸をつけてね活動すればいいと思うんですよ。で、きっとそうすればね、まあイメージは良くなると思うんですね、あの日の丸のボランティア活動して、日の丸をまあそんなにでかでかじゃなくて、じゃあちっちゃくつけてれば。でね、あとあのまあ、まあ、NHK ですね、 NHK の紅白でね、あの出場歌手の全員でね、まああの最後にね、番組の最後にね、あの君が代あの日の丸をあげてね、君が代を全員でね、あの斉唱すればいいんで、君が代を歌えばいいと思うんですよ。そうだ、まあでもまあ今の NHK は無理かもしれないですけど、それはでもですね、あの昔の NHK はね、あのその日の一日の番組、昔です、昔の NHK はその日の番組のが終わって終了時には、必ず日の丸がバーンとあのアップで撮ってね、キマが流れて、あ、まあ、終わったんですよ、あの NHK が終わって、それ砂の嵐になったんですね。そう昔は NHK はそうだったんですよ、それなんてやってたんだ、日の丸毎日番組終わった時、終わる時に掲げてて、日の丸流れてたんですよ。まあですからね、まあ NHK もね、あ、まあ立花隆さんが言うようにね、あ、NHK をねぶっ壊してね、あのなんていうんだかね、スクランブル放送にすればそれも可能だと思うんですよ。で、あのですからね、皆さんでね、国営、いや、まあそう、国営っていう点もあります、 NHK 国営にして、まあそれ NHK なんていうか、その昔のようにあの番組の際に日の丸とあの君が代を流すっていうふうに
してすればまあいいと思うんですよ。でですからね、皆さんもね、一緒にね、日の丸のね、イメージを良くしていきましょうと私はそう主張します。以上になりました。ありがとうございます。